まああのね、ルートをね逆に進むと面白いというのはですね、あのゲームの途中によくあるですね、あの、アルフヘイムですね、あれなんかも、ゲームをね逆に進むと現れたりするようなね隠し方をしてますけどね。まあそれも一つはね、あのルートをねいつもと違った向きで見てほしいという思いがあるのと、まあまたこうしてね、あのビーストウィズインを取った後っていうのはね、まあ誰もいないステージを疾走するのもね面白いかなということで、まあ、そんな隠し方をしてますね。はい、ここは、壁を壊すと向こうにエリアがまたあってですね、こうしてくるとですね、まあここにまたこいつらがいるわけですね。まあこいつらもねちょっとねまた戦いになると、アップアップしちゃうんでね、先に解説しておきますとですね、ここは実はですね、あのグラシアス&グロリアスの2体ではなくてですね、金色の方、だけしか実は出てこないんですね。あの2体出てくるんですけど、金と銀が出てくるわけじゃなくて、あの金の方しか出てこないんですね。まあその理由がですね、あの、まあ、最初はね、あの金1体の敵セットを、してただけなんですけどもね、あの難易度調整をしていくうちにですね、まあここやっぱり2体欲しいなということをね、まあ例によって僕がまた急に言い出したわけですけどね、あのその段階ではもうバックチェックが始まっていてですね、あの大幅にあのメモリーを増やすような変更がもうできない、段階だったので、まあソフトマンと相談した結果ですね、あの敵を増やさずにですね、あの同じ金を、数だけ増やすという方法であれば、メモリに大きな影響がないということだったので、まあそんな苦肉の策でそうしてるわけですね。まあそんなこともね、なかなか気づいた人はね少ないんじゃないでしょうかね。はい、では戦いましょう。こいつらね、いつダメージ食らうか分かんないんでね、出し惜しみしないように、まあどんどんトーチアタックはね使っちゃいましょう。このね、弾き返しをね、うまく使えばね、この長めの打ちタイムのチャンスが回ってくるのでね、はい、積極的に狙っていってください。なかなかジャストは難しいですね。はい、ちなみにですね、まあ、こいつに直接関係ないんですけど、このトーチャーアタックの時の連打ですね、まあ、あの満タンになるとこうピカって光るんですけどね、まあ、それ以上にさらに連打を続けてるとね、ボーナス自体はもうちょっとおまけで手に入るようになってるのでね、あの満タンになったからといってこう連打をやめるのではなくてですね、まあ、最後まで連打をした方がちょっとお得ですね。はい、これさっき説明しましたっけ、あのこのね拾った天使の武器っていうのはね、あのこういったものをね壊すときに使ってもね、あのゲージが減らないわけですね。その代わりに、あのこういうね一発でし、あの使い切っちゃうやつはね、あの使うとなくなっちゃいますけどね。はい、はい、ここはね降りたら、液体ビラブド3体いるわけですね。あの、まあいつらねちょっと名前まだついてないんですけどね、ついてたかな、ちょっと僕覚えてないんですけど、まあ聖水で構成されたある種のねゴーレムみたいなものという、設定ですかね。はい、
これはこれをね作動させていった方がちょっとお得ですね。ここはね、まあ、あのこの、まあ、ビラブドのねコピーみたいなものなのでね、あの苦戦はね特にしないと思うんですけどね、あの評価を考えたら、ここでねコンボの数値をね稼いでおくことが必要ですね。でそのためにもですね、この3体のビラブドはね、コンボを切らさないように戦ってほしいですね。まあ僕今切れちゃってますけどね。はい、よいしょ。でね、この、ないですね、まあ、このね、聖水で構成されているという設定なので、こいつらを倒すことでね、あの聖水によってこの部屋の水位が上がるわけですね。やっぱりね、あの最初のねビラブド3体で、コンボを、切らしてしまうとね、ここちょっと評価が厳しくなりますね。よいしょ、はい、まあ、ここで終わりですね。まあ、さっきのね、説明ついでにちょっとしましょうかね。あのビラブド、まあ、今回ビラブド出てこないんですけど、ビラブドのね、関係でちょっとね、追加で説明しますとですね、あのビラブドはですね、あの大きめの天使を作ろうという話が持ち上がってこう生まれた敵なんですけどもね、最初からですね、あのバイオ4の、エルヒガンテって言いましたよね。あのエルヒガンテみたいなやつを作ろうという共通認識を持って、作り始めたので、みんなあのヒガン天使と呼んでましたね。で、まあ、さらにこうちなみにですね、ビラブドをデザインしたのはあの山崎くんというデザイナーで、まあ、このゲームでもね、あの召喚獣などをデザインしたデザイナーなんですけどもね、まあ、あの天使全般はね、あの橋本くんがデザインしたわけですけどもね、まあ、そのデザインした以降はもうプロデューサー業に専念することになったので、まあ、それ以降急遽必要になった天使は全部あのチームの中の人間でこう割り振って賄って行ったわけですね。まあ、例えばあの前回登場したあのゴーレムはコテアンという武器デザイン担当のねデザイナーが手がけたりですねしてるわけですね。でこの、 あのモデ、ビラブドのねモデリングなんですけどもね、ビラブドのモデルを作ったのはあの服部くんというデザイナーなんですけどもね、実はこの服部くんはですね、あのエルヒガンテの方も、作ったのは服部くんなんですよね。で、そのエルヒガンテの、コードをプログラムしてたプログラマーは実はドンさんでですね、まあ、ドンさんは当然本作でもね、ビラブドのコードをプログラムしてるわけでですね、まあ、そんな、共通点があったりするわけですね。ちなみに、エルヒガンテの、方のデザインはですね、マッドワールドの山中がやってるわけですね。はい、というわけで、今回のチャプターはこれで終わりですね。はい、これで、新域ステージは一旦終わりとなるわけですね。で、次で、次回はボス戦ですね。はい、まあ、ボス戦に備えてですね、ボス戦の前の、このエンジェルアタックではですね、
まあ、消費アイテムを、狙うよりは一時的にあの体力や、魔力ゲージを増やすアイテムをね狙った方がいいかもわからないですね。この辺のこれですね、ブルーウィッチハートとか、ゴールドムーンパールを、使っておくと、次のチャプターが多少楽になるんじゃないかと思いますね。あと言いつつ、グリーンハーブを2個もらいましょう。はい、ということで、今回の実況はこれで終わりです。途中ねちょっとあたふたしちゃって申し訳ありませんでした。ちょっとね風がまだ治ってないので、あの声の方も、まあ別にいつもねそんな声張ってないですけどね、まあはい、なんとか頑張って終わることができました。というわけでね、次回ボス戦ですが、また楽しみに待っていてください。それでは今夜はこれで終わります。さよなら。おやすみ。